今日は現在中国で激論を呼んでいる話題からお話ししましょう。最近、安徽省の合肥師範学院の准教授で有名な陳光宇氏がある高校に招かれて講演をしました。しかし、その内容があまりにも物議を醸し、一部の学生が演壇に駆け寄り、マイクを奪って公然と教授を批判したというのです。その学生は、陳光宇氏はお金しか見ていない、お金のために勉強して外国人に迎合している、一生懸命勉強するのは何のためか、中華民族の偉大な再生のためだと言いました。この映像を見れば、小粉校たちは気持ちが高ぶり、血が沸き立つでしょう。その後、陳光宇氏はすぐに当局から停職処分を受けました。この教授は一体何を言ったのでしょうか。学生たちが壇上に殺到し、マイクを握るほど怒った教授の言葉とは何だったのでしょうか。